どうも、オーシャンのしげです。今日はですね、前回、沖縄の旅行の時にですね、いろいろとお世話になりましたこのマリンスピーダーを扱っていただいております、このアドバンスワークス社長の健太さんに、お越しいただきました。イエーイ。どうも、出発はそれにも健太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。脅されて呼び出されました。ですね、今回ですね、なんでこの健太社長にね、来ていただいたかと言いますと、こちらのですね、マリンスピーダー、の、なんていうかな、畳み方、とかですね、あと旅行に関する、注意点とか、お得情報。お得情報。急に降ってきたらね。みたいなものをちょっと伺おうかなと思っております。ということでですね、まず最初、この第1個目はですね、このマリンスピーダー、どういうふうに、畳むのかというところをですね、健太社長に教わろうかと思います。じゃあ、よろしくお願いします。ですね、畳み方って実はいろいろあるんですけど、もう今日は一番スタンダードな畳み方やってみようと思います。で、まず、エアを抜きますね。今ちょっと軽くしか空気入ってないんで、そんなには抜けません。で、大体もこう自然解放で抜いていただいて、このまま自然解放したまま畳むという方法もあるんですけども、よりコンパクトにするためには、これ一辺バルブをもう一辺、このバルブがちょっとここを取ってもらっていいですか。これ上がった状態が普通空気充填の状態で、開放の時はこう少し回すと開放になるんですよね、下がった状態で。もう一遍こう回すと上がってくると。で、これもう一遍上げていただいて、この付属のポンプで、ここにインフレータブルっていうのとデフレータブルってあります。空気入れる時はインフレータブルですね。で、これをデフレータブルにつないでもらいます。で、デフレータブルの時は 2way ポンプで、この赤いバルブを閉じると 2way のポンプになるので、はい。で、これで、これが空気抜くモードです。するとぺったんこになります。見てもらったら。気持ちいいぺったんこぶりで。すごいですね、これ。これ構造上完全に抜いてしまうと良くないから、少しは空気入るようになってるんですよ。で、こんな感じでぺったんこになりましたね。そしたらば、ほぼ真ん中ぐらいに降ります。この時に、この重なり約15センチぐらいの、ちょうどこのグリップのところぐらいにノーズが来るように。そしてこれを少し斜めに、これから斜めになるように、するとこれがこっちに来ます。はい。もうちょっとやな。はい、この辺ですね。そしたらば今度こっち側をこう折り込みます。よいしょ。で、ベルトをかけるときはベルトを下に置いていただいて、もうこの上に乗せて、よいしょ。もう一度、で、こんな感じで完了です。
まあまあコンパクトで、でマリンスピード自体も軽いんで、でこのバッグをかけるときがまた余力があって、これをこうしてこう入れるって難しいじゃないですか。だからもう手自体をこう立てていただいて、上からかぶせていただくと。そしてよいしょ、であと装備品とか入れていただいて、まあこれにポンプとか付属のパドルとか入るので、シートとかも全部入ります。まあそんな感じです。はい、ということでね、マリンスピーダーの畳み方、健太社長に教えていただきました。はい、ありがとうございました。ですね、それで僕がですね、はい、このマリンスピーダー今回ね、沖縄に、持っていったわけなんですけれども、やっぱりね、これからコロナとかが落ち着いてくるとね、うん、国内だけじゃなくて、海外に、まあ、こういうね、いいですね、海外、はい、いいですね、マリンスピーダーとかを持って、うん、海外でカヤックフィッシング、楽しめるっていうね、場面も出てくると思います、はい、でそうなった時に僕が一番気になってるのが、このマリンスピーダーの、はい、重量ですよね、はい、あとやっぱりサイズ感、はい、これがね、海外に持っていくときに、はい、飛行機に持っていくときですよね、はい、これがその、大丈夫なのかどうなのかっていうところをね、ちょっと伺いたいんですけども。あ、分かりました、はい、これはもう国内に関しては今しげさんが言われた通り、僕も経験してますけども、重量、規定重量の範囲内、今が僕 ANA が多いんですけど、 ANA は20キロになってるんですよね。その1人20キロで、僕は持っていくと、その離島とかに持っていくときはこのシングル艇ではなくタンデム艇を持っていくんです、必ず。でタンデム艇でも全然問題なかったですね。4人家族で行って、まあ、20キロとして80キロ持ち込めるんですよね、うん、でそれは全くも問題なく持ち込めて、プラスアップとかも持ってってます。であとサイズ感に関しては、これは航空会社にもよるんですけども、これ一応 ANA はスポーツ用品として扱っていただいたので、スポーツ用品として扱っていただいたので、まあ実際はこのバッグがちょっと中身にいっぱい入れてたんで少し大きくなってるんで、紙片が、国内線は何だったかな、230、はいはい、それがですよね、国際線が230かを、230超えますよね、超えます、いずれにしてもね。でもスポーツ用品扱いということで OK でした。ただこれはまたルールがしょっちゅう変わるので、必ず確認していただきたいと思いますね。あ、はいはいはい、なるほど。で海外も同じ扱いだと思います。海外の場合はラゲージがその多分国内の倍になると思うので、一時期国際線もスーツケース1個になったんですよね。あ、そういう時期があったんで、まあ、それはもうぜひ渡航前に各航空会社に確認していただいた方が間違いないです。あ、その時の事情で変わっていく、はい、ってことですね。変わる可能性がありますね、はい、ただその今の時点で言うと、はい、海外に持っていくことは全然問題ない、 OK だということですね、はいはい、ちなみにこのマリンスピーダーって目方何キロなんですか。本体重量がシングル艇が17キロ、ほうほう、でタンデム艇が確か20キロだったと、ちょっとすいません、あ、はいはいはい、あ、でもシングル艇で17キロっていうことは、はい、まあ、僕のね、はい、僕の知識の中では、はい、国際線は20キロまでだったんで、はい、これ大丈夫ですね、ですね、目方的に、はいはい、でまあ、装備に入れてもおそらく20キロないね、おさまりは。パドルとか、はいはい、純正パドルとかそのシートとかを入れても20キロないね、おさまりかなと。なるほど、はい、ということは、スポーツ用品という扱いになるので、はい、サイズも問題ない、はい、まあ、今現時点では、はい、サイズも問題ない、はい、あと重量的にも問題ないですね、問題ないですね、はい、皆さん聞きましたか。そうなんですよ。ということでですね、これは海外持ち込み OK、 OK です、ということらしいで す、OK、です今の時点ではねはい、ということでですね、今回はアドバンスワークスの健太社長に、マリンスピーダーのねお話をお伺いしました。健太社長ありがとうございました。どうもありがとうございました。ですね、まあ、僕の感想としてはですね、マリンスピーダーという船は、まあ、そのマイカヤック、メインカヤックとしても十分使える、操作性も高いし、あと操作性能も高いので、まあ、メインの、ね、カヤックとしても使える
すごいね、有能なカヤックじゃないかなと思ってるんですけど、特にですね、僕みたいにリジテッドを持っておられる方はですね、これはね、2艇目の、まあ、旅行用ですよね、トラベル用のカヤックとしてもね、非常に有能だというところをね、ちょっと僕はちょっと推したいなと思っております。ということで、本日はありがとうございました。ありがとうございます。遅くなりましたちんすこです。あ、ありがとうございます。これ、賞味期限大丈夫ですかいただきます。ということで、ありがとうございました。お、ありがとうございました。バイバイ。バイバーイ。行きました、沖縄土産。うわー、賞味期限がですね、どこ書いてある？はい。